俺こっちが来た方がいいか。いいよ、どっちでも。そう、うん、ここでいいんじゃない。買いすぎて話すことないけど。熟年夫婦。熟年。熟年。唐揚げ。熟年唐揚げ。熟年唐揚げ。ちょっと硬いかも。中も。理性クッキー。ジューシーさがなくなっちゃったかもしれない。いや、揚げすぎて。これだけ心残り。まあね。さっき言ってたこの、うん、やっぱ工房筆を選ばずではないぞということを。ちょっとだから。マヨすごいね。え、なんで？勝ちデブじゃん。え、なんでみんなどうすんの？マヨって。え、普通にここにかけてさ、つけて食わない？いや、マジでしないな。え、どうやんのみんな。あ、というかまあその、取り皿がないから今日はそうやってる。あ、そうそうそう、もちろんもちろん。取り皿あったら取り皿にやるよ。うん、いいよ、出そう取り皿を。いいよ、だって美味しいもん。洗い物増えちゃうしな。小平、あれやる？何？かずき丼やる？あー、何？あれ、めんつゆあんだっけ？めんつゆあるはず、ちょっと待って。あ、ちょっと一回でも。中3の時に、デブを維持するために食ってたものがあるんだけど。デブを維持しようとしてたの。それが、カズキ丼って言って、俺全然あの、バスケットめんつゆ。カズキ丼って言って、まあめんつゆ。あ、カツオか。昆布か。本当ね。あーね。あー、でもまあいい。胡椒ある？塩胡椒でいい？ないよ。じゃあ、ちょっとブラックペッパーじゃなくて。ああ、ブラックペッパーが本当に。ちょっと待って、ブラックちょっとじゃあ、カズキ丼やっちゃうか、浩平。何、カズキ丼って。やっちゃう浩平、どうする？やろう。楽しみ。え、その、姉妹丼的なこと？姉妹丼じゃねえ。親子丼でもねえよ。やめてくれよ。今度食べちゃうってことじゃない。やめてくれよ。あ、これ、レンチン OK？OK、OK？ OK。これ、大体ね、うん、ピュアセレクト。大さじ1ぐらい。こんぐらい。これね。これ、レンチンします。これを覚えといてみんな。レンチンすんの？レンチンする。そっちの方が酸味が飛んでまろやかになるみたいな話だと思う。あす、こうやってやってます。合ってました。映ってない。プラス、まぁ、あ、ちょっといろいろね。これどうやるの？こういう。え、それねじるだけだよ。まあ、ほんとだ。まあまあまあ。食べてください。ちょっと唐揚げもらうから、じゃあ、はい。いただきます。いただきます。おいしい？すごいぞ。これ、この音。え？爆発する前じゃん、この大事、大事、大事、安心して、安心して。匂いがもう、今酸味の匂いが分かんない、まだこれがね、いいんですよ。まあ、食べてください。いただきます。いただきます。ちょっと上がりすぎてるけど、まあ、まあ、僕はもう2個食べたんですけど、はい、どうでした？いや、めちゃくちゃうまいよ、その。俺、この白いやつ好きだよな。これえ、何それ。うわ、これ分離するんですよ、油と形物が。で、ここに、まあ本当は胡椒。ちょっとし、ちょっと多いか。めんつゆ。同じ量マヨと、大さじ1ぐらい。4倍濃縮でも？ 4 倍濃縮でも3倍でも、大体同じぐらい。これやー、太るな。で、これを、これに、まず、お米入れていこう。じゃあこれ。なんか溶けてんだけど、大丈夫？この入れ物溶けてんだけど大丈夫？プラスチックもとガサガサしたけど、プラスチックいらん。プラスチックとかちょっとプラスチック入れんのがカズキ丼ってこと？これは良くないですよ。これもう知見なんで、今日は食べていただいて。あ、でも混ぜて、いや、うまいだろう。しっかり混ぜて、うわ、もうこれだけ。でもこれだけ、これを米にかけて食うだけだから。これ何がいいって、カロリーが簡単に取れるんですよ。いや、取らなくていいんだよ、みんな。カットしたいんだよ。やっぱ、寒い地域に住んでたから。関係ないでしょ。カロリー取んない。この仲間がうなずいてないのよ。カロリー取んない。はい、これ、これ、もうこれ。これこれパセリ。箸分ける一応。ちょっと一応食ってみてくださいね。ちょ、俺じゃもう一口いい。これ何も使ってないから。まあ、箸も。あの、お米が違うからちょっと若干違うけど、これ。ほぼこれ。もうちょっと味濃くてもいいかなっていうぐらい、塩コショウかけてもいいかな。カズキ丼はね。じゃあ行きます。あ、めっちゃうまいわ。
もう匂い、これ白飯だったらって考えたらめっちゃうまい。匂いがうまい。匂いが想像以上にうまいわ。下の方からちょっとこの。これ取ってね。そうそう、ちゃんと取って。うわ、これめっちゃうまいな。これうまいだろ。これ、めっちゃうまいだろ。これめっちゃうまいな。これはダメだよ。私、本当は、昆布だし、昆布だし、ブラックペッパー。ブラックペッパー。ダメだよ、これは。だからちょっと条件は違うけど、条件違ってこれ出せるから。すごいな。すごいな。これ、カズキ丼。これダメなやつ食べちゃう。見せない人がいるよ。丼いっぱいで。こんなのさ、ラーメン屋とかに置いたら全員食うぜ、これ。でしょ？本当はもっとすごいんだけど。チャーシューとか乗せてんだよ。こいつのポテンシャル出してあげたかった。みんな。ちょっと唐揚げじゃん。そりゃ太るな、カズキ。太るよ。だろ？これ太るんだ。いただきます。おぉ、いい音だね。おぉ、いただきます。うん、あ、うまい、うまっ、うん、うまっ。だいぶ揚げすぎてるけど。いや、めちゃくちゃうまい。その、なんだろうな、この肉まで味が染みてるからか。うん、なんか冷めてもうまいやつじゃないの。そうそうそう、そういう話をちょうどね、してたんだよね。うんだ、めっちゃうまい。なんか殺菌してんじゃん。俺がいない間にさ。それと、あ、これご飯だよ。でしょ。うん、これうまいんだよ。こっちの方で。いや、これはもう覚えちゃいけないやつだ。マヨ、いや、マヨもいいし合うやつ探しね。俺これスイートチリソースとマヨネーズ。すごいじゃん、もうこれがうまい。わかままボディだね、それは。マヨで食う。だからもう確かチリマヨあるよ。めっちゃうまい。月に1回しか食わない。食うとしても。はい、スイートチリソース。やば、お前どうしてくれ。あるよ。あとサワークリーム一応置いてんのは。サワークリームもあるよ。スイートチリマヨがマジで合う。このみんなスイートチリとマヨ、あれも合うから。あれマヨどこやった。マヨはあれも合うから。 ありがとう、ごめんね。マックのポテト。めちゃくちゃうまい。あ、なんか想像つかんけど、そうなんだ。これいいよ、買ってみ、これで。自分でやる。自分で、うん。どんぐらい鶏皿持ってんの。いや、持ってきた方がいいでしょ、鶏皿。なんで鶏皿持ってんの。1対1ぐらいの感じ。1対1 まあこれは各々好きな量で混ぜた方がいい。混ぜない。あ、混ぜないの。これが重要。いい質問してくれた。俺言い忘れてた。混ぜない。だから俺混ぜてないじゃん、これ今。本当だ、デブガメアキラ先生。いい質問ですね。こういう状態ですね、はい、ちょっと見れるか分かんないけど。これ混ぜない。これ混ぜずに、で、これあのね、なんで左右で分けたかっていうと、これつける順番も重要で、マヨいって、うん、スイートチリすくうから。うるせえな。うるせえな。これが重要。スイートチリからだと、うん、マヨが硬すぎてスイートチリ落ちちゃう。でもマヨからいくとマヨの表面にスイートチリがつくから、結果的にいい塩梅なので、混ざってないからどっちの良さも出るっていう。あ、これテセさんが言いたかったですね。皮があるやつ、こっちか。こっちか、こっちにしよう。じゃあこっちもらっちゃおう。それまあ、ノーマルはもう僕3つ食ってるんで。熱々でいきたいね、でも。マヨからのスイートチリね。マヨからのスイートチリ。大丈夫。こういうことね。うまい、うまい。褒められてる。こういうこと？うまい！ああ、こういうことね。これ筋がいいみたいな。これの。マヨからのスイートチリソースの筋がいい。筋がいいっぽい俺らは。いただきます。まあ。わかる？この混ぜたのとの違いわかる？なんだろうね。これ重要。なんだろうな。あっさり してんのか。なんかなんだろう。マヨのいいとこだけ出してくれるんだよ。スイートチリがくるまることによって。あとめちゃくちゃうまかった。今食ったやつが。でしょ？うん。答え差あるな。肉汁がもうビシャって。だから多分後半に思ってる。そうだね。うん。でかいし。え、サワークリームって試した？
食べてない。行きたいよ、サワークリーム。サワークリームはでもさ、いやこれはいいんじゃないの。いや、いいよ、絶対。梅、これ使ってないよ。どこに、ここに乗せちゃうかも。あ、ここ空いてるとこちょうだい。うわ、こんなもん、もうちょっといく。いや、まあ、それぐらいでいいんだよ。ちょっと、これはうまいんじゃない。サワークリーム、ちょっとここから調整したいな。音いいなぁ。プシャーって言った。あー、どう？うん、何が足りないですか？なんかもっとつけてもいいかな。ちょっとつける量少なかった。結構いってたよ。でもなんかそのここ唐揚げの味がしっかりあるから、うん、なるほど。あー、そういうことか。負けちゃう、負けちゃうかも。ちょっと買ってない方の目つけていい？うん、つけてみ。なんか結構多めにちょっと、結構多めにちょっと、そこいっちゃっていいんじゃない、全部。なんだろう、うん、もういったね。うん、いや、そんぐらいって全然いい。何落ちた？あ、でもつけないほうがうまい。出ちゃった。つけないほうがうまい。うん、普通にこれの味がしっかりしてるから、うん、確かに。やっぱ添える系のやつがいいわ。スイートチリマヨなんだ。スイートチリマヨすごいな。いや、めっちゃうまいな、スイートチリマヨ。ちょっとこの黒くなっちゃったね。つけてみたらあるけど、なんかね、融合してない。こういう柄の猫いるわ。これやめてくれよ。もう猫嫌だって言ったんだから、さっき。あ、でも分かる分かる。うん、ね、なんかもったいない。唐揚げちゃんが素晴らしいから。スイートチリマヨです。結果スイートチリマヨか。スリートチリマヨだね。スイートチリマヨ、ヒコマロみたいなやついたな。大丈夫か。もう大きいですか。うわ、おいしいよ、これは。おいしい。ご飯もう一杯いっちゃうもん、俺は。あ、赤ずきなんのか。あ、これまずいんじゃない、この唐揚げとカズキ丼って言ったら。終わりだと思う。覚えてほしい、この味を。これ俺が使ったやつだよね、これ。そう、うん、覚えてほしい。だってさ、これにさ、マヨ入ってるじゃん。だからスイートチリだけでもいいのかな。いや、そのマヨとは別だから。あ、これスイートチリのためのマヨ。うん、マヨはマヨでもってことか。うまかった、俺。そのご飯が多かったら、もっとそのマヨネーズとめんつゆの量増やしての方がいいってことか。でも結構少なかったよね、ご飯に対しては。ちょっとね、怖かった、これの味が。どうでも、もう十二分すぎる、その、もう脳に来る濃さになってるから、これはもう。これが昆布だしだとね、またうまいんだよ、本当に。あ、でもこんなのはダメです。覚えてしまったら最後。え、こっちがいい。全然食べて。あ、食ったもん。お腹いっぱい？いや、全然食おうと思ったら食えるけど。ああ、そういう感じ。美味しくない。え、美味しくない。あ、違う、その食おうと思ったら食えるけど。いい。美味しい。あ、これ本当に。この後なんかある。うん、この後なんかある。なんてか、ちょっと来る前に食ってきちゃった。あその、あ、そうなんだ。夜撮影だったから。あー、そういうことね。食ってから望んでた。そう。あ、ごめんごめん、そっかそっか。じゃあ、ごめん。いいね、俺。いやいや、めちゃくちゃうまいわ、マジで。式場のシャンパンの継ぎ方作りたい。シャンパン作りあるけど。あ、ダメよ、切れないと。あー、やっちゃった。一緒にやってたの。お客さんにラベル見せるようにしなきゃ。ちょっと、どこで入れてんだよ、まず。あまり座んな、そんなやつが。あんま、じゃあいただいちゃおうかな。一緒にやってたから。そう、一緒に。結婚式場のバイキング場。俺実はだいぶだから、エッセイさんともやってたし、別でね、ローソン。あ、ローソンね。そうか。俺で結構シェアしてる。まあ俺がバイトしすぎって話なんだけど。面白かったな、あのバイト。あのバイトは面白かった。二人して大号泣。あ、人の結婚式。そう。めっちゃ泣いたよな。うん、泣きすぎて一回裏下がって出て。二人とも裏下がって。そうなんだ。空気出ちゃった。いや、結婚式泣けるよな。泣ける。やばい。で、YouTube とかで楽
まに見る。結構知らん人の。わかる。そんなに、ね、いや、なんかね、泣きたいってなったら、何見るかって言ったらそれ。あ、ほんと？もちろん感動するんだけど、ドラマとかはやっぱ作り物だけどさ、あれはもうマジじゃん。いや、そマジなんだよ。ドラマじゃないんだよ。あ、そうなの？本当のドラマだからね。えぐい。マジでえぐい。じゃあマジで、このさ、僕らベストのメンバーが将来的に結婚します。結婚式あげますって絶対呼ぶじゃん。うん。そんな。うん。バカ泣きすんじゃん。やばいと思う、俺。耐えらんないと思う。でも、一回裏に下がってもらうことない。レスしてんのいやもちろんさ、本人もあるけどさ、その、お父さんお母さんみたいな。いや、そうなんだよ。そこなんだよね。だから、その、例えば、テセさんが結婚されたら、うん、テセさんの、お父さんお母さんのちょっと演技力者にはなってくる。演技力その演技力というか、その、どうそれを。どんぐらいね。うん。たまらん時あるもんな。本当にその、娘さんのね、その、お父さんの表情とか、そのなんか、ちょっとした、うん、ほんとちょっとした一言なんだけど、想像できない自分の親がそうそんな感動してる感じなんて見たことないから見たことないから多分余計それを初めて見るね、うん、ちょっと泣きそうだもんな今でもうちょっと今だから一個思い出しちゃってでも泣きそうだもんあれ俺兄貴の結婚式やったけどそんな俺感動してなかったそっちのパターンもいいんじゃん、まあ、男の子の親はあんまなんじゃない、まあ、女の子の親って多分、うんね、それこそお父さんか、うん、俺が一回見たのはまあすごいなんかお父さん子の女の人で、うんまあ、そのバイトの時にね、うん、見たんだけどなんか今日もなんかいつも通り送り出してくれましたね、うん、みたいなのがまずそのウェルカムなんて言えばいいんだろうあれカードみたいなのに。あーテーブルに置いて座席を置いて俺らはその並べたりとか、うん、整理しなきゃいけないから、うん、おのずと目に入っちゃうわけ読みたくなくても、うん、申し訳ないけど本当に読みたくないよな読みたいよ読みたいけどなんかなんとなくまあまあまあ、うん、あんまりこう深く読み込みすぎるのもなそう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 でもなんか一瞬パッてさ、うん、入ってくるじゃん、うん、あっつーお父さんは今日もいつも通り私のこと、うん、なんていうのあの送り出してくれましたね、うん、みたいなのがもう目に入ってしまってスーってなってで最後出てってさ、うん、なんか俺らはその言ったら披露宴の会場の外に出た時に、うんうん、なんか対面で並ぶんだよなそうあの出てった後のこう、うんうんうん、アーケード作るみたいな感じだそう、うん、式場の人間とあとその新郎新婦、うんうん、あれは対面で並んでこっちの、結婚コンサルタントみたいな人が、なんか、本日は本当におめでとうございます、みたいなのを、俺らは横で並んで聞いてるんだけど、そう。娘さんとお父さんが横並びなんだけど、うん、ちょうどなんか、気まずい距離開けて、お父さんが、なんか、手にさ、うん、あの、白い手袋を持ってんだけどさ、あるね、そう娘さんが、うん、あの今日ありがとうございましたって言った瞬間さちょっと泣きそうじゃんお父さんがさそれギュッて握ったらもうその瞬間さ耐えらんなくて俺確かにちょっと今の話聞いたら俺もちょっと泣けてきたわ、うん、そう、もう耐えらんなくてそれ見ていやその裏のねそう、うん、裏を見えてないとか最後の最後をね俺ら見れるんだよそうなるほど、ね、そこまで見れちゃうよ結婚式はみんなのためになったけど、うん、そうね家族だけになった時のシーンとかもやばいからえぐいえぐいえぐいいいねでもお父さんは何も言わないの口下手なお父さんとかだとなあ娘さん私恥ずかしいだろうしなそうそうそう娘の前でこんな感じになってる自分、ね、娘さんがなんか最後ありがとうねパパ、うん、言いながらギュッて泣かないよ泣かないよ俺らだって正面にいたからわけわかんないじゃん俺らその確かにな一瞬しか会わないわけよ。だから言ったら、うん、当日しか、うん。そうそうそうね。だから結婚コーディネーターみたいな人が、ずっと何ヶ月もやりとりしてるから、うん、その人が泣くのは分かる。うん。そうね。式場の。当日。当日来てる。2枚皿持ってきたやつが。バイトが目の前で、お父さんがと。で、号泣するって、わけわかんないじゃん。でも泣いちゃうんだよね、あれね。えぐいんだよな。なんか、あの、別に、まあ、結構あんのか、あの自分が列席者で行ってもあったから、そのさ、今日の映像をさ、急ピッチでさ、
うん、ウェディングムービーみたいな。やるね。そう。あれやばい。やまずいな。マジやばい。あれマジやばい。一回、これかっこよすぎて泣いちゃったやつがあって、あの、ほんと、玉木浩二みたいなお父さんがいたの。見た目が。かっこいいな。めっちゃファンキーだった。俺いたかな、その人が。かっこいいな。いや、わかんない。いたんだけど、いたのかな、なんか、その、ご列席の、なんとか様、うん、ご神父様の、うん、こちら上司でございます。うん、あるじゃん、なんかその、列席の人を紹介する。うん、その時、ずーっとこうやって立ってる。その人。座っていいのに。うん、で、毎回やるたびに、誰々です。それが普通のお父さんとかだったらいいんだけど、うん、白髪のロン毛のロン毛なんだ、むっちゃファンキーだから、それこそ玉置浩二さんみたいな人が、もう俺その声のな、うん、もう厳粛にというか、あ、すごい、ね、本当に一人一人に感謝、そう、本当に感謝して全部、うん、で俺らにもちゃんとなんかありがとうございますって感謝して、うん、最後までもそれずっと貫き通して、いなくなった人いたけど、それはもうめっちゃかっこよかった。それはその血がかっこよかったよな、そのほろりと出てしまうんじゃなくて、ってどんな思いがあっても、そう、もうそれをし続けるという、うん、それやりてえ、やりたいよなって思った俺も、やりてえそれ、うん、お父さんになったら、うん、そうな、どのパターンでもいいんだよな、そのひょうきん者っぽいさお母さんがのパターンもいいしさ、その無口なお父さんがのパターンもあるしさ、うん、女で一つで育ててきたお母さんがのとかはもうえぐかったね、俺は見たけど、やばかったね。ママ。いや、それも自分に重ねてるから。じゃあまた結婚して、私は出てっちゃうけど、うん、一人で。なんだよ、この動画。なんだよ、これ。何の動画だっけ、これ。これ、唐揚げ食べた。唐揚げ作って食べてたの。大男が泣いてる。一人で不安だったな。いつでも連絡して、ね、一緒に住んでもいいし。その回は覚えてるか、俺。だから、あのまた一緒に遊び行こうねとか。ちょっと、これほっぺんだろ、もう。何これ。泣いてんだよ。なんかもう。たまらなくなっちゃう。これサブチャンネルだっけ？これサブチャンネル。意味わかんない。全員ちょっと泣きそうな。大男がついに泣いて。先生もちょっと泣いて。笑いつつも、ちゃんと入ってきて。目が。なんかもうそれがたまらなくて、俺もだから一人親だから、うん、そうね、母子家庭でってなるって、それこそ重ねちゃって、うん、あ、そっかって、俺が、まあ今、宮城から東京に出てきてるけど、まあ、今猫もいるし、一、うん、人じゃないっていうのはわかるけど、うん、この思いを、そう、俺が結婚したらより一人になるのかなとか、確かにな、なんかいろいろ考えたらもうたまらんくなって、うん、なんかそれが重ねちゃった。帰ろう、嘘やめて、宮城帰ろう、もうみんなで宮城で撮ってもいいし、なんでだよ、なんでだよ、週1ぐらいならギリいけんじゃない？宮城いける。いけると思う。頑張れば。宮城でな、番組とかあるけど。いや、ちょっとなんだ。本編？どっち？本編本編？サブ？いや、わからない、これは。サブか？後で見よう。後で見て、また泣いちゃうかも。やばい。大号泣です。いや、あの、唐揚げが美味しかったです。唐揚げ美味しかった。食べてください、最後は。いや、あの、いいの？いいよ、食べて。もう俺あれだけど最初でもう2個食べてて、うん、あの高速で、でここはもう3つ、5個、6個目だよ、これ。鶏もも1枚と唐揚げで食って、衣バリバリついた。半分だよ、それも1枚俺が食べてるよ、今、うん、大丈夫だよ、いいよ、もう食ったし。いや、美味しいからこそね。なんなら味見で2個やってるし。そう、ね、美味しいからこそよ。えぐかったな、結婚式場。いや、ちょっと、めちゃくちゃうまいんだから。冷めてもうまい。うん。なんかより衣のくっきり感がこう、あ、でしょ、うん、なるほどね、冷めた米って出てるし、うん、ちょっとね、ちょっとこの後も何もできなくなる、うん、無理だな、うん、
帰ろう。帰ってみんな親に電話しよう。うん、ありがとうっつって。そうだな、うん。これが本編に上がってたら、うん、マジで何もできなかったんだなって思ってほしい。そうね、どうしようもなかったんだな。あげるのがなくて。すまない、なんかもうそうなったら、うん、ちょっとやばかったな。テッセイが泣きそうになってんの見たらダメなんだよ俺。もうここでもうどん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 高め合ってたもん。高め合って泣くイメージないじゃん、テッセイって。だってまあ確かに意外と泣くんだっていうの俺スラムダンクで知った。いや誰もないけど、まあ和樹はイメージあるけど、誰もあんま泣くイメージないけど。まあね、だからそこそマッチとかもさ泣かないって言ってたけど、やっぱバイオレットは泣くって言ってたね。ああそうやな、石だけか。後輩バイオレット響かなかった。笑うとダメだった。ダメって言うんじゃないの。泣きはしなかった。ダメって言ったじゃんね。ダメだった。泣きなかったっけね。長さの声が。泣いたのなんだろう。盲導犬クイール。ほら泣いた。さっきの、堂本剛くんのやつだっけ。あれ違うか。違う。盲導犬クイール。あれなんだっけ、堂本剛くんのさ、犬のやつなかったっけ、昔っけドラマ。ドラマじゃん、映画。あ、映画盲導犬、あれなんだっけ、君の背中には羽があるってさ、あれなんだっけ。あ、違う違う、あれじゃないか。盲導犬クイールってさ、あれ映画で僕は見たんですけど、盲導犬の話、それとも盲導犬を育てる話。いや、盲導犬の一生の話。クイールの一生、クイールが主人公。あ、そうなんだ。え、なんかそれもさ、その盲導犬を盲導犬にするために育てる家族のドラマもなかった。あった気がする。昔あった気がする。もちろんでもクイールの幼少期の、うん、ところではその人たちが出てくるし、実際働き出して、うん、その自分が働いてるところの家族、うん、で最後こう亡くなるまでみたいな。あ、うん、椎名桔平さんとか出てるの。わかんない。2004年にね。うん、いや俺もうポスターで泣くわ、こんなポスターで泣くわ、えぐいわこれ。あれはさ、一匹の子犬が牛のさ画面のせいでさ、あの層のポスターに見えるんだよ。俺関係ないよ。牛の画面に黒い線が入ってるせいで層の、しかもちょっと赤っぽい黒いなんかね。わかるわかる、層のポスターに見えるんだけど、モヤ跡みたいな。そう、モヤモヤ。これは良かったですね。これはで高級車。じゃあちょっとごちそうさまでした。ごちそうさまでした。本当に美味しかった。美味しかったです。ありがとうございます。ちょっと作り方、胸いっぱいになりました。腹じゃなくて鳥はももでしたけど、ありがとうございました。言っても